皆さんはファニープレイという方を知っているでしょうか。この方はですね、レゴフォートナイトの動画を中心に上げており、登録者は2800人ほどと、期待の新星としてね、活動しています。今回のこの動画では、この人の最近の動画を見ていって、とんでもない発明がね、たくさんあったということで、皆さんに紹介していきたいと思います。この動画を通じてね、この方は英語で喋っているので、作り方はわからないと。そんな中で、どのマシンの作り方を日本語で解説してほしいかもね、皆さんにコメント欄で教えてほしいなと思いますので、ぜひとも最後までご覧ください。ということで早速本編やっていきましょう。チャンネル登録よろしく。はい、ということでやってまいりました。こちらのファニープレイという方ですね。チャンネル登録者数2810人、60本の動画ということで、60本の動画で2800人もいると、そのセンスが伺えますね。そしてアイコン見てください。これ、何ですかこれ。仰々しい、なんか動物が銃を持っている。そんな画像になっております。ということで、この方の動画を見ると、結構ね、最近も動画上げてまして、一応人気順にしてみる。人気順にしてみると、14万回だって、操縦できるヘリコプターを作る方法、これを10ヶ月前に上げてると。そうなんですけれども、皆さんが今見たいのってやっぱ新しいものじゃないですか。このアップデートが来ても新しい装置を使ったやつが見たいと思うんで、ちょっとこの辺のね、1ヶ月前ぐらいからかな、この飛行機だったり、レゴボンバーを作ろうとかさ、こんな感じ？この辺をちょっといっぱい見ていきたいと思います。じゃあまずこちらから行きましょうか。いきますよ。おー、すごい。すごい。なに、こんな動きすんの？すごい。なに大砲撃てるんだけど、大砲撃てる飛行機作ってる。ちょっと字幕つけましょうか。字幕つけて、一応日本語にしときますね。ここはね、作り方なんですよ。で、これ作り方ずーっと英語で喋ってるんで、この辺、最後の方まで飛ばしていきたいと思います。いきますよ。すごいじゃん。無料なんだよね、多分ね、これ見る感じ。すごいな、なんか、横に回転するんだね。すごい。うわ、すごい。これすごいって、この、わかるこの感じ。ただ、方向変えるだけじゃなくて、こう、ちょっと縦向きになるんだよね。何をしてんのか全くわかんないんだけど、これ。おー。何ですかスラスターでアンバランスにならないよと。お、すごい。うわ、ちょっと待って。マジかよ。すごくない？射撃できるんだけど。うわ、ロボット破壊してる。なんで戦ってんだけど。すごいじゃん、この人。マジですごいんだって。大砲撃てるんだけど。えぐない？うわ、なにどっから撃ってんの？左右にもあんだ。やばすぎない？いや、すごいよ。すごい、これは。1個目からいきなりすごい発明でしたね。すごかったんじゃないですかこれ。どうですこれ。やばいけど。うわ、やばい。後ろで何やってんの？後ろでやばいことしてる。うわ。何やってるか分かんなかったけど。いや、すごかったね、この動画ね。なんか日本語だし、フォートナイトでリアルなレゴボンバーを作ろう。完全ガイドということで。いや、めちゃくちゃすごかったな。すごいでしょ？俺1個見ただけでもさ、やべえって思わない？大発明家なのよ。ということで、こちらの動画もね、見ていきたいと思います。直近1ヶ月の動画ね。いくよ。じゃあ、こっちは、クソデカ歩くロボットを作る方法ですね。見ていきましょう。いきますよ。すごい。うわ、すげえ。やばい。マジか。何してんの？すごっ。え、すごくね？何これ？うわ、怖い。怖これ。え、めっちゃすごいじゃん。え、めちゃくちゃすごいんだけど、これ。何してんのこれ。うわ、全部ぶっ壊してる。何も言わないんだ。なんか言ってほしかったけどね。何も言わないんだって。じゃあ、ちょっとこの辺からかな？どうやって動かすか？オッケー、ちょっとやってみましょう。やばい！字幕がやばい！すごいよ。めっちゃ書いてあるわ。すごすぎるんやけど。うわ、頭ぐるぐる。なに、怖い。うわー、すげえな。ちょっと迫力がすごすぎる。作る方法を教えてって言われても、俺マジわかんねえんだけど、これ。何やってんのこれ。うわー、頭に大砲つけやがった。何してんの何すごっ。そこに乗って。乗りながら発射できんの？え、どうやって攻撃してんのこれ。あ、4番。そういうこと？あー、なるほど。うわ。やべえよ、それは。何してんのなんか付け出しちゃって。なんでね、肩にドラえもんみたいなやつ付け出したぞ。ドラえもんのくちゃくちゃにしたバージョン。おー、つけました。大砲つけました。肩に大砲つけやがった。凶悪のロボットじゃねえか。マジで。すべてを破壊しに行くやん。あ、で、これで4番にするんだ。やっぱそうだ。4番で、あー、それ調整できんだ。すげえや。知らんかったー。え、嘘だろ？すごすぎるね、この人。うわ。やべえよ、それ。そんなんで襲われたらどうする？マルチプレイでやってる人でさ、俺これ作ったんだ、つってさ、しばきに来るでしょ、村ごと。そんなことされたら絶対友達やめるけど。やばい。なんか引っかかって壊れてるよ。なんか、すごい壊れてる。大丈夫？なんですかうわ、腕腕にとっと大砲つけやがった。銃持ってるロボットになっちゃった。うわ。やばすぎる。さすがに。これでどういう感じなんこれは。なんでこんな思いつく？普通に。てか、形やばすぎだろ、こいつ。歩いて、歩いて、何してるこれ。うわ、撃ってる。うーわ。その手はどうすんの？その手の大砲、全然撃たれないよ。あ、4番で、だから、浮いてるようにするんだ。何をしてるの？本当に何してんのこの人。なんでこの思考に至るんだろう。怖い。腕振ってね、勢いよく腕振って、上上げて、すごいよ、浮いてない？なんか浮いてない？心なしが。うわ、関節筋も。撃った。いや、制御不能じゃねえかよ。すごい。腕にさ、大砲つけるの多分悪手だよね。頭でいいよね、多分。頭か肩だよね。にしてもすごいけどね。マジ何してんのこれ。うわ。頭がぐるぐる。顔が入れ替わった直後のアンパンマンみたいな顔の動きしてますけども。ずっと早く、ずっと、何してんの。うわ。怖い。ラピュタになんかこんなやつえんかった？ラピュタにこんなやつ村にさ、来たらどうする？自分の村にやってきてさ、大砲ぶっ放してきたら。切れるよね、普通に。でかすぎだろ。でかっ。やばい。何これ？うわ、巨人じゃん。うわ、ありがとうございました。これ素晴らしいね。素晴らしい作品だったと思いませんか？やばい。やりすぎ。うわ。巨人がということで、2作品目、巨人でした。ありがとうございます。いや、すごいね。これなんか、再生数低めだけど。でも待って。発射できるヘリコプターで。いや、絶対見た方がいいでしょ。いや、これね、あるあるなんだけど、別に再生回数低い動画が悪い動画じゃないんだよね。絶対見た方がいいよ、みんなも。Hey guys じゃないよ。見に行きますよ。じゃあ、行きますよ。せーの。これめっちゃ良くない？これ今までで一番操作しやすいと思うけど、めっちゃ操作しやすいと思うよ。じゃあ一旦ちょっと完成品まで行きましょうか。そこなんだ？そこ？斬新すぎない？ほら、すごい。2番で上向きにするんだ。どういうこと何してんの？怖い。うわ、すごすぎない？本当に破壊しに行ってるやん。ガチでどうやってやってんの？自爆してる、自爆。自分で自爆することもあるから気をつけてると。すごい、ちょ、待って、すごすぎない？ちょっと待って。多すぎやろ。ちょっと待って、一回ちょ見ようぜ。何をしてるのこれ。まあ、それはね、わかるよね。でかくない？あんまその発想なかったわ。むちゃくちゃでかいプロペラにする発想ね。でかくね？クソでけえよ。これで何？どうすんの？こっから。あ、下にもつけんだ。しかも片っぽだけ。わからん。マジでさ、この人、なんか、おかしくない？下のこれもすごいよね。いや、すごすぎるでしょ。運転席ですね。運転席つけて。何が何なんだこれ。すごすぎない？パワーセルもつけてくださいと。あ、で、友達もありきってことこれ。プロペラで完全に方向選択するんだ。ああやって置くと。2番で、こんな風に上向いたり、普通に前から打てますよと。いや、すごいくないかな。こんな綺麗に狙えることってなくない？これみんな、俺の動画見てよかったでしょ。これ850再生。出会う確率めっちゃ低かったよ。やばくない？これ作り方知りたいでしょ。俺も知りたいよ。なんか作ってほしそうなやついっぱいありましたけど、ランキングつけるの難しいですね。ということで、続いてが、これもすごいよ。戦車 1.3 万回ってやばいね。見てみよう。いきますよ。いや、やばすぎないこれ。なんで壊すんだよ。すごくない？マジですごいんだけど。うわ。破壊すんだ。これも知りたいな。全部知りたいわ。ちょっと最後まで飛ばすね。はい。あ、回転用なんだ、タイヤが。で、スラスターで前進むの。うわ、天才だよ。天才じゃねえか。何をしてるの？あ、内側のそれでね。ちょっとマジでやばい、これ。ちょ、待って。今まで見た中で一番すごいんじゃないか。本当に。シャレ抜きで。すごすぎない？やばい。ガチでやばいじゃん。ちょ、待って。すごすぎないか？これすごくない？このシステム。キャタピラのさ、感じ。やばい。一回これ流しながら喋るわ。これすごすぎない？ちょっと待ってね。どう？みんなからして。これみんな知ってんの？俺マジ知らなかったんだけどさ。こんなことできんの今。天才すぎるけどね。この作り方俺紹介してえな。今んとこ全部紹介したいよ。てか一回全部俺取得したいわ。学びたいところではある。いや、難しいね、これね。どれをやろうか。でも全部やってもいいんだけどさ、全然。めちゃくちゃ面白そうよ。どうですか皆さん。今んところ4つ紹介しましたけど、今までで一番どれが良かったですかね。ラストじゃあ1個見ていこうかなと思います。で、ラストはこれですね。着地するシステムって書いてありますね。着地システム付きの飛行機ということで見ていきましょう。いきますよ。うわ、早くね？むちゃくちゃ早いんだけど。ちょっと見ていきましょうか。鼻の先端から見ていく？鼻難しいからね。飛行機の先端みたいな。何それ？何のパーツそれ？見たことねえんだけど。やっぱ全部無料だね。いや、すごー。めっちゃかっこいい。普通にこの黄色い体。来た！浮き出しました。まあ、これはまあ、純粋な飛行機って感じかな。デザインの仕方かな。どっちかっていうと。どうなんだろう。そんな規定列なことはやってなさそう。うわー、すごいな、でも。めちゃくちゃいい感じじゃん。いやー、この作り方も全然ありっちゃあり。めちゃくちゃやられてるけどね。大丈夫？早いな。めちゃくちゃ早いわ。左曲がって右曲がってみたいなね。それはまあ普通ですわ。普通の動力システムって感じかな。いう感じですね。はい、ありがとうございました。はい、ということで5つ見ていきましたけれども、いかがでしたでしょうか。いや、これどうよ。めちゃくちゃ、この辺の動画めちゃくちゃ良かったから、みんなもね、日本語で解説する前に知りたい方はね、見てみてください。でね、この動画のね、一番大事なところは、どれが一番作り方知りたいかをね、コメント欄までお寄せください。頑張ってね、取得します。ちょっと難しそう。本当に難しそうなんだけど、頑張りますんで、ぜひとも皆さんたくさんのコメントお待ちしております。はい、ということで今回ですね、海外の隠れた原石、ファニープレイさんのね、動画を紹介していきました。マジですごかったね。本当に、レオフォートナイトってこんな面白いことできるんだっていうのをね、改めて気づかせてくれましたけども、皆さんね、このテクニック知ってましたかと、僕はね、ちょっと知らなかったので、今回のこの動画で勉強できて非常に嬉しかったなと思います。皆さんのね、コメントもたくさんお待ちしております。ということで今回のこの動画、みんな面白いな、参考になった、この人やばすぎだろと思った方はですね、ぜひともチャンネル登録、高評価、そしてコメント、通知音よろしくお願いいたします。クリエイターサポート AFRも合わせてよろしくお願いします。それではまた次回のレゴフォートナイトでお会いいたしましょう。またねー。